ごいな、テラスみたいな。あ、スペシャルゲストの方。ちょっと今サッカー見てるんで邪魔しないで。すいません。腹減ったけど寒いな。テラスさん一か所目は郷土料理のお店、ね、杉の子。すごいでかくない？いらっしゃいませ。いただきます。はい。いただきます。おいしい。邪魔します。佐野散歩で会ってますこれ。佐野散歩なんかです。なんかいますね。なんかいるんだけど。まだ乗っ取り企画始まってます。パクられる。パクられようとしてる。すぐなんか早いな。パクるの。一人いいんだけど。うん。あ、このおかげやろ。あ、うまっ。ずっとうまかったけど、まあ、それ感想うまい。いや、彦摩呂さんが言ってたやん。ほんまにうまいもん、うまいでいいね。いや、うまっ。うわ、うまっ。米追加してもらっていいですか。はい。米食わないとエネルギーが体重ずぶるかわけな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、次行きましょう。次行きましょう。言ったらもうさ、あのドローカル中のドローカルの地元って感じのお店に来たんですけど、予想の10倍ぐらい中は地元って感じの温泉でした。マジで。でサウナ入って整ったんで、でも今日って言って帰ります。じゃあ明日青森公演で1日目、もうこれで完璧です。頑張ってください。アイス買ったんで大丈夫です。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。また明日チェックインしよう。ここは清流寺ですね。パワーありそうだな。めっちゃパワーありそうです。すごいいい感じの場所ですね。3、2、1。やってるかな。あんみつアイスモードと食べたいな。いってらっしゃい。じゃあサウナ行きます。その前に飯食います。おーい、いいでしょう。これはうん、あ、ちゃんとしてるわ。ハイクローレーションに終わって、極楽湯入ってきました。健康ランドみたいな感じですね。ここ良かったね。綺麗でちょっと疲れもサウナ入って結構飛んだかな感じなんで、炭酸温泉も入ったし、明日も頑張ります。今、抹茶ソフト食ってます、うん、最高です。お疲れ様でした。いや
マジよかった。もう顔がもうお疲れそう。もうこのまま寝るの。クソバラスイディゲーム。明日もじゃあ頑張ってください。おい、おい。こちら、三内丸山遺跡。おお、どっかで聞いたことある。教科書でよく聞いたでしょ。そうですね、確かに。それ、世界文化遺産。どうだろう。いいね、これが記憶できる。またサウナ。どれか一個サウナかもしれないですね。いや、なんか。やばすぎるんだ。そんなの見たらバカゴムだ。それは染まりすぎやぞ。紀元前3900年か。これ入れそうじゃないですか。入っちゃうか。よいしょ。これが昔の家ですわ。あ、でも建てるんや。うん、マンションの前はみんなこれですよ。飛びすぎでしょ。マンションの前はみんなこれですよ。いや、いいね。木の香りが。2、1。これ、うん、1K って感じ。1K ですね。やばい、タワマンがある。タワマンがあります。これは入れる。大型。なんで書いてんだよ。大型。大型。縦穴建物。縦穴。かわいい。ボスの部屋じゃん。ボスの部屋。ラスボス系だ。ちゃんとこう修繕してるんだね。ね。ボスの椅子みたいなのがある。どこ？奥っす。誰もいない。あの。ボス。ボスになるで。そのボス。三、はい。最後ね。うまい。これ栗の味なんかな。あ、でも栗の味かも。モンブラン。クリア。クリア。クリア。本日の三内丸山遺跡は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。